ヘラルボニーは異彩作家と共に新しい文化を作るアート IP カンパニーです。主に知的に障害のある作家の作品を3000点以上著作権管理し、B2C、B2B 様々な形で展開することで知的障害のイメージを変えることに挑戦しています。ミッションは異彩を放てを掲げています。普通じゃない、それは同時に可能性だということを人生をかけて体現していきます。ビジネスモデルです。 契約作家244名の3000点以上の著作権管理を行い、パートナー企業との仲介に入ることによって、適切な作品使用料、ライセンスフィーが作家に還元されていくというモデルです。世界を見てもこのようなビジネスモデルを作っているのは我々しかいません。3年前、ソーシャルグッドカタパルト第1回にて、双子のフミトが優勝を果たしました。その時に、本当にいいことやってるねとか、ソーシャルビジネスだねとか、感動した社会性があるねと。 家族が喜ぶねたくさんの激励の言葉をいただきましたただ私自身がこのカタパルトグランプリに立っているということは社会性ではなく経済性の話をしに来ました売上推移です2021年の ICC ピッチ優勝から3年間で約8倍に成長今期16億円の着地見込みとなっておりますまだまだ本当に小さい会社ではございますが本当にこれから加速度的に成長するそんな体制が作られておりますグロースサイクルですこちら B2C 事業というものがギャラリー、百貨店、EC 事業さまざまな形で広告機能を果たし B2B の案件が舞い込んでくるというモデルになっていますそして B2B がさまざまメディア露出することにより B2C の売り上げが向上するそんな独自のグロースル対策がぐるぐる回るそんな形になっていますマーケットサイズです国内だけで約6兆円あり世界にこれから大きく向けて挑戦していきます 経営人です双子で最初創業した会社はマネーフォワードの IR 責任者だった押岡が c 用 o に就任その他あまたのプロフェッショナルに囲まれながらこれから加速度的に大きく挑戦していくような経営体制が構築できていますどんなことをやっているのか例えば百貨店を中心にさまざまな出店をしていたりギャラリーを通じて多くのアートコレクターに所有いただいていたり ホテルを通じて宿泊すればするほど作家さんにライセンス費が落ちるホテルだったりスターバックスの内装を手掛けていたり東京駅も異彩のキャンバスになっています最近では丸いグループさんと一緒にクレジットカード事業を作り使えば使うほど作家に還元されるというそんなクレジットカードを作っています JAL とは業務提携を締結しビジネスクラスファーストクラスのアメニティも手掛け始めました 我々ヘラルボニーは従来の支援的な福祉構造を逆転させるそんな持続的可能なビジネスモデルになっていますどんな作家に支えられているのか例えば字と字をつなげてしまうという強烈なこだわりのある作家だったりボールペンでひたすら黒丸を塗るんだという作家だったり永遠に迷路を描き続けるみたいな作家だったりいろいろな作家に依存して挑戦しています1万6118円という数字がありますこれは、 福祉施設の平均賃金です昨年度鳥肌が立つ確定申告があるという広告を国税庁前確定申告期間、提出しましたこれは3年前作家のお父さんから届いた連絡をそのまま広告にしています少し読み上げさせてください本年はヘラルボニーの皆さんのおかげで息子は400万ほど稼ぎ出しました扶養の基準を超えており確定申告をすることになります息子に扶養されるという冗談のような話が現実になる日が来るかもしれませんね まさにこちら現実化してきておりもうすぐ1000万プレイヤーこの作家も目前となっておりますそして3年間で作家のロイヤリティも15倍に成長しており重度の知的障害のある人たちが当たり前に確定申告するそんな未来が作られ始めていますつまり才能というものは披露して初めて才能になると私はそう思っておりどんな未来をこれから作っていくのか説明させてください今年ヘラルボニーはヘラルボニーアートプライズ という国際アアーートアワードを発足しましまたこちら世界28カ国924名の作家約2000点の作品が6大陸から集まりました授賞式では世界中から審査員作家の方々が来て障害のある人たちのアート活動を世界的に盛り上げていこうそんな金を高めることができました特筆すべきはすでにニューヨーク近代美術館モーマンに収蔵されているような作家もエントリーしているということですこれから世界中の作家とのライセンス契約が加速していきます そ LVMH のイノベーションアワードをというアワードにて世界1545社の中のファイナリスト6社にェラルボニーが選出されました。 これから LVMH の伴走支援というものを受けていくのですが、ルイ・ヴィトン、クリスチャン・ディオール、セリーヌ、フェンディ、ロエベ、リモアなど、さまざまなメゾンブランド75との商談がこれから用意されています。そして今週の月曜日、日本経済新聞にて情報解禁を行わせていただいたのですが、フランスにてヘラルボニー・ヨーロッパという法人を登記しました。 ヨーロッパ最大のスタートアップ拠点、ステーション F に LVMH 採択企業として入居し、LVMH のオフィスに出社するという形になります。私も来週からパリです。思いっきり挑戦していきたいと思っています。本当に障害イコール欠落とか、障害者が作るイコール安いっていう世界的な課題ってものを本当に変えていきたいと。そして新しいブランドの、新しい IP の世界的機種に我々なれると思っております。なんで私がこんなことやってるのか。それは、 の兄は普通に、えー、笑ったり泣いたり喜んだり悲しんだりというような同じような感情を抱いているんですがすごいやっぱかわいそうと表現されたりとかすることがやっぱり許せないなということがあ、まあ、私自身もバカにされるとかそういうのがまあ自分自身ほんと悔しいなという思いがありヘラルボニーを創業しましたヘラルボニーというこの会社名も兄貴があ小学校時代いろんな日記帳や重症に書いていた謎の言葉を会社名にしておりますで ヘラルボニーってこの謎の言葉もですね、やっぱ世界の人権価格を本当に圧倒的に前に進めていけるような、そんなブランド IP になれると私は確信しております審査員の皆さんも本当に聴講者の皆さんも、本当にこんな風にパリのシャンリゼ通りに当たり前にヘラルボニーがある景色を想像していただけたら嬉しいなと思います、そしたら本当に障害のある人も、障害のある家族も、そして本当に世界中の人たちがエンパワメントされる、そんな授業が本当に作れると思っております。 ご清聴いただきましてありがとうございました。